社会文化の交流や公共の福祉に功績があった人にそれを称え贈られる名誉区民の称号。今までの6人に加え、平成27年12月新たに2人が選ばれました。石井伝一郎さんは社会福祉協議会に関する功績により、そして小川博之さんは文化向上の功績により選定されました。昭和32年荏原に住み始めた作曲家小川博之さん、テレビ早々期にご存知月光仮面は誰でしょうなどヒーローものの草分け的作品で名を馳せます。それ以降、映画、ドラマ、舞台音楽、歌謡曲、そしてクラシック音楽など幅広く手掛け、その作品数は1万曲以上に上ります。平成13年、小川さんは品川への思いを込め区民参加のオリジナルミュージカルを生み出しました。初めての品川区のためのミュージカルで愛着がありますね。さらに小川さんは文化向上のために開催する品川区民芸術祭の実行委員長を務めるなど地元との絆を強めていきました。名誉区民となった小川博之さんの足跡をたどります。品川区名誉区民として小川さんの隣に掲示されているのが作曲家服部良一さん。小川さんの師匠として師弟関係にあった服部さんは同じ名誉区民という縁で結ばれています。日本ポピュラー界の父、服部良一さん、戦前は和製ブルースで、戦後はテンポの良い明るい曲で人々を魅了しました。オペラ歌手を目指していた小川さん、服部さんのところでレッスンを受けるうちに作曲の才能を見出されます。昭和22年から内弟子となり、8年間師匠の背中を見ながら学びました。何も教えてくれないです。カバン持ちで歩いていって、実際に音を聞いて、それで先生の書くスコアをね、写したりなんかして、そうやって覚えていった。こうした修行半ばの昭和26年頃、小川さんはデビューを果たします。そこで僕は許されて、もう俺の仕事しながら自分の仕事もやっていいって言われて、ラジオをやってなんかして、昭和43年、服部さんは小川さんのすぐ近くに家を建て、区民に親しまれている品川音頭を作りました。同じ品川区在住の作曲家として終生変わることがなかった2人の交流。今でも小川さんの仕事部屋には師匠服部さんから贈られた色紙が大切に飾られています。昭和30年代、テレビの時代が幕開けします。荏原に移り住んだ翌年の昭和33年、小川さんが手掛けたのが日本初テレビヒーローの主題歌です。私はね、びっくりしたんです。子供の声で歌ってますから、一見わからないんですけど、軍歌調ロックのリズムでミックスしてんですよね。いち早く小川さんの才能と人柄に注目し、レコード会社で担当ディレクターになったのが長田行司さんです。新しいことをするなっていうのが私の直感でしたね。あの先生、紳士でニコニコして温厚な方ですからね、決して自分の手柄話というのを高々することはなかったですね。月光仮面主題歌の大ヒットを皮切りに、小川さんは次々とヒーローソングを生み出して注目を集めていきます。そしてテレビ、映画、舞台音楽などに精力的に取り組み、劇の伴奏音楽の第一人者の地位を築いていきます。劇映画は150グラム
劇場の方は100本以上じゃないかな。テレビはもう数えられないです。次々と依頼される仕事をこなすために身につけた小川さん流の方法があります。それは楽器を使わずに浮かんだ音をいきなり楽譜に書いていくという作曲法です。こんなことこれいちいち言ったら間に合わなくなっちゃいますから、もう1年も書いてて、そういう生活をずっとやってましたから。昭和40年、小川メロディーが歌謡界で花開きます。先に完成したメロディーに女性の気持ちを切々と訴える歌詞をはめ込んだ都会ムードの曲、さよならはダンスの後に。縁起を担いでね、キングレコードで録音をして、そしたら楽団の人に、これは小川さんヒットするよって言われたんです。その予想は見事に当たり、年末までに170万枚のミリオンセールスを記録。さらにレコード大賞グランプリでは美空ひばりの柔らと争い、この曲は作曲賞に輝きました。本当に、ね、仕事はきっちりなさるし、安心してお仕事が頼めるという、そして作風が幅が広いんですよね。昭和43年、小川さんはクラシック音楽を発表します。和楽器と管弦楽が絶妙のハーモニーを奏でる交響曲日本の城。芸術性を保ちつつも親しみやすいこのアルバムは、日本だけでなく海外からも高い評価を受け、フランス、イタリアなどで発売され、多くのセールスを記録しました。幅広いジャンルで作曲を手掛けた小川さんの作品は1万曲以上に上り、その全てが自宅の書庫に収められています。小川さんは日本音楽界の重鎮として数々の役職を兼務しながら、これ以降品川区との絆を深めていきます。平成13年、東海道400年祭を記念した区民参加のオリジナルミュージカル品川物語。今回いろんな形でたくさん歌を書きました。全部で14曲ございます。構成・作曲を担当した小川さんは、21世紀を生きる区民へ熱い歌の応援メッセージを送りました。品川物語は教育委員会刊行の品川の昔話をヒントにしています。台本を手掛けたのは小川さんの近くに住む脚本家の江川さんです。まあ、あなたのいいように書いてくださいとおっしゃって任されてしまいました。あの小川先生が作曲された曲を一生懸命ね演じようという、そのね迫力がすごかったですね。涙出ましたね、はい。区民の出演者は公演の半年前から歌やダンスの練習を積み重ねてきました。私は初代広重、本名安藤広重と申しまして、舞台をしっかりするのはやっぱりプロがいないと柱になりませんので、プロの方が6人ぐらいお入りいただいたので、ストーリーの柱という部分ではすっきりできたかなというふうに思いますね。プロのメンバーが加わったステージは、多彩な小川メロディーの調べで観客を魅了していきました。小川先生のオリジナルの14曲ですから、本当に特色ある曲目、それからダンスも大人も子供も楽しめるという形で、終わった時に裏側で、みんな大泣きして、喜んだと。こういう催しは僕も夢だったんですが、大変素晴らしい舞台に、楽しい舞台になりました。平成22年から6年間品川区民芸術祭の実行委員長を務めた小川さん、こうした功績により師匠服部さんに引き続き名誉区民となりました。この栄誉は二人の師弟関係にさらなる輝きと彩りを添えています。服部先生の隣で飾ってくれる喜んでる。